フサイン・イブン・アリーは、真っ赤のシャリーフで、オスマン帝国からのアラブ独立運動の指導者。後、ヒジャーズ王国の国王、カリフ。現在のヨルダン王家の直接の祖である。ヨルダンで発行されている一ディナール紙幣に肖像が、使用されている。真っ赤のハーシム家に生まれ、1893年から1908年まで、オスマン帝国皇帝。 アブデュルハミと2世の命により、イスタンブールに居住した。1908年の青年トルコ人革命後、同年中にフサインは、イスタンブールでの暮らしから解放され、真っ赤のアミールに任じられた。当時、真っ赤を中心とするヒジャーズは、オスマン帝国支配下にあって、反日的な位置づけにあった。ヒジャーズを支配するのがシャリーフで、一般には予言者。 ムハンマドの子孫のことを言うが、真っ赤のアミールはシャリーフから認じられたため、真っ赤のアミールを指して単に、シャリーフという。第一次世界大戦中の1915年、イギリスのカイロ駐在のマクマホン高等弁務官と、書簡を交換し、オスマン帝国に反旗を翻すときに支援するという、フサインマクマホン協定を結んだ。 そして、四人の息子と共に、アラブ反乱を起こして1916年に独立を果たす。この時、フサインは、イラクシリアアラビア半島を含む大アラブ王国を構想していたが、イギリスはすでに、サイクスピコ協定によりこの地域をフランスと共に分割する方針を決めており、アラビア半島のみのヒジャーズ王国を創始することになったのである。 1920年3月8日に三男、ファイサル・ウィッセイのシリアアラブ王国が独立すると、それにこうしたかに見えた3月16日のアタチュルク、率いるアンカラ政府とソ連との電撃的な単独講和条約であるモスクワ条約締結によって、英仏はサンレモ会議開催を余儀なくされ、アラブ地域におけるフランス及びイギリスの委任統治範囲が決定され、8月10日に、 旧連合国とオスマン帝国とのセーブル条約締結をもってイギリスの援助が途絶えた。1920年7月28日のファイサル・ウィッセイのシリアアラブ王国からの追放や1922年から1924年にかけてのイギリスイラク条約への反対、1922年10月11日のムダニア休戦協定締結後は、 オスマン帝国の脅威が消滅したことなどで、ハーシム家の存在感は、英仏において埋没していた。1924年3月3日に、オスマン家のアブデュルメジト2世が、アタチュルク率いるアンカラ政府によって、カリフ位を廃位させられると、その2日後に、イスラーム世界における権威を求めて、カリフ即位を宣言した。しかし、 ほとんどのイスラム世界に広く受け入れられず、オスマン帝国最後の皇帝メフメト六世が支持を表明したぐらいで、カリフイを理由として、重税を課したために、ヒジャーズ内部からも広範な反対を招くことになり、在地勢力からも見捨てられた。さらに以前からメッカ巡礼による、経済効果とイスラム原理主義の一つである、ワッハーブ派のイマームとしての立場から、 聖地併合を帰給していたナジュドのスルタン、イブンサウードに、信仰の大義名分を与えてしまい、真っ赤を奪われて、孤立無縁となる。さらに国民から不債によりも、サウード家が講和に応じる、可能性が高い長男アリーイブン不災への上位を、要求されて、はじめ赤羽に逃れるが、ワッハー部分がこの地に来ることを嫌った。イギリスによりさらに、キプロス島への亡命を余儀なくされた。 上位の海なく、ヒジャーズ王国そのものも、翌1925年には、ワッハー部軍に占領され、ヒジャーズ王国のハーシム長はわずか9年で終わりを告げた。なお1926年、アブドゥルアジーズイブンサウードが、ヒジャーズ王に即位した。1930年、キプロス島で病に倒れると、次男アブドゥルラー一世の治めるトランスヨルダンの、アンマンへ移る。 ナジュドおよびヒジャーズ国王が成立した翌1931年、同地で死去した。遺体はエルサレムに葬られた。父息子グのアメイシャン、砂漠の氷分サウードでは、フサインの母は、チェルケス人で、トルコ人交換の娘を妻としたとの記載がある。また、知恵の七柱では四男の財道、ファイサルのイボテで、母は、トルコ人と記述されていることから、 このトルコ人の母は、サインの5歳で、在度の聖母と思われる。ありがとうございます。